Hi everyone. 任天堂の青沼です。今日は、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドリミテッドエディションを皆さんにご紹介します。これがそのリミテッドエディションのパッケージです。ね、すごく大きくてちょっと持った感じずっしりしてます。パッケージに使われているのは今回の、ブレスオブザワイルドのメインの、ね、イラストレーションですね。あの遠くをリンクが見つめているこう意味深なあのパッケージになってます。さあ早速中を開けてみましょう。よいしょ。ダララ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 。はい、今回ねあのブレスオブザワイルドはすごく音楽にこだわって作ってるんですけど、そのサウンドトラックの CD です。サウンドセレクションというタイトルで、あの、この中に使われている音楽をですね、皆さんに楽しんでもらおうと思います。パッケージを見てみましょう。よいしょ、ね、はい、CD のレベルですね。ここにリンクのイラストが使われています。ちょっと大人っぽい感じでいい感じですね。まずこれが一つ目、ね、まだこの大きいですからまだ他にもありますよ。さあ開けてみるとじゃん、これがですね一番重要な今回の、ゲーム本編の、パッケージです。これねあのヨーロッパ限定 のアートワークなんですね。ちょっとリンクはあの後ろを振り返ってあの何かこう訴えかけているような印象的なイラストになってます。でこのブルーと緑 の取り合わせがすごく綺麗ですね、はい、これがゲーム本編のパッケージです。はい、まだねこの2つだけじゃこんな大きい理由はわからないわけなんで、この中にはもう一つすごいものが入ってます。よいしょ。これがねなかなか大変なす出てこないっす。おい出てこい。あ、箱の中からもう一つ箱が出てきます。よいしょ、ね、この白いあのロゴはあの使われてますけど、ここにね日本のロゴも使われてるんですね。ちょっと面白いですよね。皆さんあの読めないかなと思いますけど、はい、この箱をねさあ開けてみましょう。よいしょ。はい、中からこんな発泡スチロールが出てます。厳重にねおなってますね。一体何が入っているかというと、チャララランと、はい、これがですね、改正のマスターソードという名前なんですけど、あのロゴにも使われてますマスターソードで、横にねちょっと花がありますね。このボロボロになったマスターソード、なんで今回こんなボロボロのマスターソードなのか。そしてこの横にある花、これ姫静香というんですが、これが一体なぜ横にあるのか、これはねゲーム本編を遊んでいただくと分かってもらうようになっています。その、この世界を象徴するかのようなこのマスターソードのフィギュアですね。すごくずっしり重いんです。でカラーリングもねすごい見事にそのゲーム中 のものを再現しています。すごくいい出来だなというふうに僕も思ってますので、ぜひこれをあの皆さん机の上にこうドンと置いてもらって、それでゲームをこう遊んでいってください。はい、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドリミテッドエディション、3月3日、本編リリースと一緒に発売になりますので、どうかよろしくお願いします。